僕は18歳で自立し、すぐにこのサイクリングで遊ぶようになった。初めから僕はこうしてソロサイクリングを楽しんできた。精神的な自立ができたので、誰かと群がるのが嫌だったね。自分の思った通りの自転車の旅を満喫してきた。これは子供の頃に毎日のように自由遊びを体験したので、一人遊びができるようになったらしい。今日も風が強いよ。どんより曇り空で寒いよ。いつもとは違う橋で元荒川を渡ります。ママの真剣な走りに抜かれました。古利根川を渡ります。古利根川です。思い切り向かい風です。涙ボロボロ、指はしびれっぱなし。サビよの中の方が多少は風が少ないです。嘘でしょ、もう鯉のぼりかよ。おい、もう寒いよ。江戸川も越します。あったへえ。あったまったけど、出た瞬間また寒くなった。風がビュービューだよー。あれ、嘘、何これ。道がない。嘘みたい。信じらんねえな。ああ、またやっちゃった。何でしょうか、しばらく来ないうちにこんなものができてしまいました。野田氏、子供か。伊豆公園に着きました。フィールドアスレチックに誰もいません。本日はこれにて撤退といたします。寒かったよ。江戸川に出ました。江戸川です。追い風で寒さは和らんでます。誰とも群れずにこうして一人遊びができる。僕は常にいつも自分の面白いを追求してきた。18歳で自立したので、これが人生の癖になっていた。一人で行動できる。あ、無理。これはやっぱり無理。
歩いてても怖い。なんでこの道に来たんだろうね。奥多摩湖が見えてきた。こわー、ガードレールが吹き飛ばされてる。うわー、すごい。嵐でもない限り親子キャンプをしてきたからこのぐらいは大したことはない。雨が降ってきた。それまでもパラパラと降っていたが雨具を着なければならないほど降り出した。でもしばらくして雨は上がった。一体どこへ行くんだこれ。もっとすごい砂利道、冒険心が湧き出てくるね。わあ、ぬかるみに落ちました。奇跡的に無傷。前輪が埋まった。泥だらけ。こんなことで誰がめげるものか。うお、一本橋。怖い怖い。お、気合いはよかったんだけど、いきなりこれが弱い。いやー、すげー。なんじゃこりゃ。うわ。前が見えないよ。うわうわ、なんだこりゃ。めげた。マジ、本当だよ。あんのか。うわお、あー、これ無理無理無理。マジ、わあ。なんとなく好みで左へ向かう。しかしその先は行き止まりだ。ああ、じゃんじゃん。とうとうこんなところに来てしまいました。山です。登山と言います、間違いなく。やっぱしね、こうなったね。ああ、ビブラムゾールじゃないから滑るよ。水の流れの音も遠ざかっていきます。くたびれてきた。それが一体どこだか分かってないで言ってるんだけど、
自転車を押すのは完璧に無理となりました。こりゃビバか。好奇心のまま登ってきちゃったんですけれども、これ以上は危険と判断し撤退です。なんかブナ峠っていうのが3キロ、峠ということはそれを過ぎりゃ下り坂って意味かな。このブナ峠より西へ行くと小丸峠にたどり着く。本人はその気がなくてもどんどん西へ傾いていく。ブナ峠へ行くには三角形の2辺を行くことになる。それで3キロもあるわけだ。地図も持たずにこんな山の中に潜り込んで、むちゃくちゃもいいところだ。下手をしたら遭難。こんな調子で3キロってことは1時間かかるぜ。おい、でも性格がイノシシのように猫のように前に突き進むことしかできない。ちょっとつ猛進、どんどん西へ向かう。シンドバッド、わお、鹿が出た。鹿にしてみりゃこんな時間に人間が出た。自転車で走れるぐらいの斜面になってきたよ。やばいやばいやばい、夕焼け小焼けだよ。ここで4時半だぜ。やばいやばい、アスファルトの道に、わあ、線がある、出た。死ぬかと思った。途中から日が出て暖かくなるんじゃないかと思ったんですが、考えは甘かった。自然は厳しい、思った通りにはいかないさ。だからこれがいい。常にどうするのか一人で判断し行動しなければならない。自己決定の力がもりもりと鍛えられる。僕は18歳で自立できたので、こうして大人の成長が起こり、今の商売を立ち上げ継続できたんだよ。これのもともとは子供の頃の自由遊びだったのさ。思いっきり生きるのは愉快だ。気合入れて北風と戦ったぜ。